こんにちは、ウィゴー YouTube です。今日のテーマはパウダー着膨れしない着こなし方、イエーイ。ということで早速今日ご紹介するパウダーの方お願いします。はい、こちらです。はい、じゃあ早速トモモさん、このパウダーを使ったアイテムの紹介をしていきましょう。はい、じゃあ着替えてきます。お願いします。着替えられたみたいなので、はい、早速呼んでみましょう。トモモさんお願いします。かわいい、めっちゃかわいい。コーデのポイントを教えてもらってもいいですか。はい、今回は牛柄の、アウターを着てもらったので、中のインナーは白の無地のニットを着てくれてます。で、上がボリューム感がすごいので、下はスカート、タイトめなスカートを合わせて、ロングブーツも黒色で合わせて、ちょっと締まるように締まるようにカラーを、はい、着てくれてます。トモさん着てみてどうですか。はい、これなんかめっちゃ軽くってちゃんとあったかいし、裏地もしっかりついてるからさらっと羽織れる可愛いアウターでございますと思いました。ありがとうございます。じゃあ早速2コーデ目着替えていただきたいと思います。はい、行ってきます。お願いします。はーい、じゃーん。次はフードの方をさせていただきました。2コーデ目のポイントの紹介をお願いします。はい、ピンク色を着てくれてるんですけど、ピンクって結構膨張色だと思うので、うん、中に今度は黒色のインナー、ハイネックのインナーを合わせてもらって、ボトムスはフレアのシルエットのパンツを合わせて、ヒールブーツを履いてもらいます。初めてパウダー買うとなると結構買うのに勇気がいる方もいると思うんですけど、そういう時ってまたどういう塗り合わせたらいいとかっていうポイントみたいなのがあったりしますか。そうですね、さっきほどんど言ってしまったんですけど、まあ、結構ボリュームのあるアウターになるので、インナーにちょっとスッキリしたもの、無地とかのトップスとか合わせてもらったり、はいはい、まあ、足出したりとか、ボリュームのある分スッキリと見せる工夫っていうのをするとスタイルがよく見えるので、そのようなコーデがおすすめです。トモモさん、このパウダー着てみてどうですか。はい、なんかさっきは襟がついててちょっとよりガーリーな感じだったんですけど、これピンクだけどこうフードがついててちょっとカジュアルめなお洋服とかでもこう合わせやすいのかなっていうのはこう着てて思いました。さっきと一緒ですごいあったかくて軽くて着やすいです。物によってはカジュアルにもガーリーにも着こなせるアイテムってことですね、かなって私は思います。しかももう極寒の日とかはこれをかぶってて、はい、こうしたらもうぬくぬくで冬も過ごせそうだなって思いました。はい、ありがとうございます。今日紹介したこのパウダーなんですけど、こちらのクーポンコードをオンラインとは決済時に入力いただくと 10% オフでご購入できますので、ぜひご利用ください。次回もぜひ見てください。